もハンオコの関です。島川です。さあそれでは始まりました巾着トーク。はい、もうサイコロがねなくなったということで、じゃあ、うん、島川さん、じゃあ今回は私が引かせていただきましょう。じゃあ今日はこれにしようか。お腹すいたな。今日はこれにしよう。あ、エミゴンさんからいただいたトークテーマ、好きだった絵本は、好きだった絵本、あーなるほど、絵本ね。はい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 。だったらまた携帯触んじゃないよ。俺一個タイトルなんで喋ってる時携帯触んのさ。ちょっと考えてて。大きな木だっけ、あのタイトル。いや違うよ、なんか考えててじゃなくて、これはこれは、うん、あのラジオ的なトークをするんじゃなくてだから見てない。何をしてんのさ、この会話をするんだよ。大きな木だっけ、全くしょうがない。なんだっけ、あの、なんだっけ、あんた奥さんに言われてただろ、喋ってる間、喋ってる時に携帯を触るなっつって。いや、これ調べて。いやいや、もう、あなた、あ、これで間違ってない。大きな木だって。癖になってるよ、それが。大きな木。これと、100万回生きた猫、これだね。あの、衝撃あったっていう。なんだろう。なんか私、100万回生きた猫を読んでるけど、うん、なんか、あんまりこう、記憶残ってないっていうか、全然なんか、ピンとこないのかな、私の中で。あ、そう、あれは俺衝撃やったな。100万回生きた猫と。何回も死んで生き返って、死んで生き返ってでしょ。そう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 。うん、でも、それも別に当たり前やったん、生きてることが、うんうん。生きてることが当たり前で、いろんなところの飼い主がいたけど、別に、うん、死んでも恐怖もなかったし悲しみもなかったけど、うん、でも飼い主はみんな泣いたりしてんだよね、うん、である時恋をして、その猫が恋をした相手が亡くなった時に、うん、悲しくなった。そう、初めて悲しくて泣いて、うん、っていうお話じゃない、うん、なんだろう、絵本って子供読むもんだと思ってたけど、あ、考えさせられる、人生を考えるきっかけになるもんだなと思った、うん、まあ、出会いはね、ちょっと不純な動機で出会ってんだけど、私これは、うん、分かんないけど、その不純な動機、ね、あの大学のゼミで読書感想文を出せっていう授業があって、うん、本を読むの大変だから絵本にしようと思って。いや別にあの動機さえ聞かなかったら素晴らしい、うん、あの目の付けどころだよ。あえて私は絵本を皆様に紹介したいみたいな感じで発表して、正直なところだったら読む時間がもったいなかったっていうだけでただそれがきっかけで出会えたからね。あと大きな木だよ、さっき調べた。それ何なの、どんな話なの、大きな木。ね、俺どこで読んだんだっけ、どこ読んだか忘れちゃったけど、まあ海外の絵本だったはず、うん、で全世界いろんな翻訳されてて、大きな木があってそこに実がなってるんだけど、男の子と木の話なんだけど、うん、要はこの男の子がね、この木にいろいろ求めてくんだよ。実を食べていいとか。で、大人になってきてお金なくなったりしてって、その、どんどん木をこう切ったりとか。で最終的にね、木はもう、切り株みたいになっちゃうわけ。全部、あ、無情、あ、こう、与えてくだけ。と、この少年はどんどん年取ってって、結局手元に何もなくて、最終的にこの切り株に座るみたいな。おお、なるほど。これなんか落語の話っぽいね。みたいな感じなの。頭がちょっとうまく説明できなくて、うん、ごめんね。あの昔結構前やったから、多分有名な本だと思うんだけど、これはなんかすごく考えさせられる絵本やった。やっぱり結構読んでるね。私さ、好きな絵本っていうのはなくて、親がさ、イソップ童話なんか前回みたいなのがあってさ、一番印象に残ってる話、何の話か忘れたけど、そのキツネ、うん、キツネがさ、かじって半分あげるみたいな話ない？こっちなんか2つあって、こっちかじってこっち、こっちかじってこっちみたいな。お前、まさにお前だ、なんかまさにお前や、飯食ってる、ちょっと食べて、これちょっとちょうだい、これっていう。こっちだなっていうので。これあげるからちょっとちょうだいっていう。確かそんな話で、なんかちっちゃくなってちっちゃくなって、で、最終的になんかあげるかあげないか、ちょっとあんまり覚えてないんだけど、一番覚えてる衝撃なところが、加えてんで、なんか、その肉を、うん。肉を加えて皮を除いたら、同じ肉を加えてるやつが。はい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 。
で、お前何してんだクソよこせんみたいな感じでワーンって言ったら、実はそれは水面に映った自分の顔で大事なものを落としてしまう。それ狐の下りと別の話じゃない？あ、違う話。多分犬だよそれ。犬が肉、お肉加えてて皮を映ってるのワンってそれ取ろうとして落ちちゃうってやつでしょ。それは別で。私なんかとなんか一緒になってるな。なんか人に与えるときに食べてこうやって。イソップ童話かなんかそういう童話のうちにある童話集の中にあったはずなんですか。でもすごいのはさ、30年、35年ぐらい経ってまだ覚えてるわけじゃん。なんとなくだけど。なんか絵本ってすごいなと思うんだけど、この間さ、うちの息子が本借りてきたの。で、あなたもほら、絵本作家じゃない？絵本作家。まだ、あの、本にはなってないですけどね。電子書籍も持ってましたから、はいはい、もうほぼ、あれだと、もうね、絵本作家ということだ。私さ、絵本ってさ、ほんとたくさんあるじゃん。いっぱい。いや、私ね、この間ね、息子が読んでくれって言って、うん、読んだ本、ほんとね、言い方すっとあれだけど、いや、クソみたいな。クソみたいな。いや、あんたの方が全然いいだろうって思う。なんでこれがこんな絵本になるのっていう。なんて絵本やったそれがね、タイトルがね、うんこ。ああ、はい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 。知ってる？あるある。これで、クソとか、ふんふんとかっつって、うん、結局みんな寄ってくんだけど、臭いっつっていなくなって、うん、最終的に誰か、いねえかなっつって歩いて畑行って肥やしになって終わるっていう話なんだけど、はいはい、いいじゃんいいじゃん。いや、あんたの絵本の方がいいんじゃないかな。でもそれは難しくて、それは大人だからね。子供からしたらこっちの方が多分すんなり入ってくると思うんだよ。だって子供小さい頃って情報がさ、例えば保育園だけだったりすると一番キャッチなのはうんこの可能性あるやん、流行りが。あ、なんか言っときゃ面白いね。全員は全員通るじゃん、うん、っていうことはやっぱうんこはやっぱり最初に出会う面白ワードじゃん。それが絵本になってるからこうやって借りて読むのか、うん、だいたい。でもさ、ふんふんふんとかさ、クソとかっていうそのかかってるダジャレが子供分かってないんだよ。でもそれは分かんなくてもいいんじゃない。なんかあんまり俺もさ、深く意味をこう入れなきゃとか絵本で考えちゃったりするけど、俺なくていいって最近結論に至ってんだね、あんまり。ああ、なんか子供の感性ってそこじゃないみたいな。だから今作ってる絵本は本にしようと思ってんだけども、うん、色とパッと見の見た目のね、色が鮮やかでシンプルなやつにしたいっていうのと、はいはい、うん、あとちょっと大人が見て落ちっぽいのが大人が見て分かればいいかなっていう。それでもね、それ大事だと思うんだよ。あの、このうんこの本、あの、基本的に全部茶色っぽいの。でもそれが目立ったりするんじゃないですか。あ、そうなの。基本的に今、これね、絵本多すぎる。図書館からさ、借りてきて何が嫌かってね、こう読み終わって裏見た、うん、そしたらさ、図書館ナンバーとかいろいろあって、はいはいはい、そこにさ、注意書きみたいになって、嫌、うん、じゃない？汚れありって書いてある俺これ本当に嫌だなと思っていや、うんこの本で汚れありってこれどうなのと思ってさこうわざわざ書く、これ汚れありって。だから汚れあり言っとかないと、それこそ書いてないと。別にその方がうんこで汚れてるわけじゃないの。いや、それ書いとかないとこの汚れこれってなっちゃうから。逆に図書館的にはこれうんこじゃないですよ。別にさ、その本に書いたんじゃなくて、その図書館の人がラミネートして貼ってんだよ、なんかこれ。だから、うんこじゃないっていう証拠や。うんこやったら、やめるでしょ。いや、やめるでしょって。どこが汚れてんのかも、見返さんかったからね。うんこ、だから、うんちドリルとか。あ、流行ったね。あれもそうだし、あれ株式会社うんちみたいなのもあったよね、そういう会社も。うんちグッズばっかり作るみたいな、はあ、そういう会社もあった気がするね。なんかそういうことがもう商売なんだね。なくなってない文化だ。だからさ、やっぱり絵本もさ、すごくたくさん出てきてるじゃない。でもそれどうなの、その名作ってさ、その100万回生きた猫とかいろいろあるけど、はあ、今現代で今この時代で名作絵本ってあんの。いやー、それこそ金婚の西野さんがすごいのはそこにも着目してやったから。あ、だと今のその煙突町のプペルは、うん、
名作になるんだ将来。例えば50年経ってみんなが知ってる、もう今映画がもうヒットしてるということで、絵本煙突町のプペルって知ってるし、あれもやってるじゃん、本を送るっていうのも世界中に本を送ってるわけ。しかもサブスクで多分しまちゃんが1000円月額払うってすれば、そのお金でスラム街の子とか世界中の子に絵本をプペルを届けるっていうのもやってるから、うん、もうずっと世界の人々もどんどん知り始めて、映画もこれから回っていくから、すごいね。最初からもう英訳されたのも2つ字もついてたんで、もう世界に出るために考えてたって言ってるじゃん。要は文章だと漫才だと言葉の壁がある、一番言葉の壁がリスクが少ないのが絵本だっていう感じで考えてやってるから、すごいね。でも何がすごいって、絵本ってそれだけの力があるってことだよ。だから逆にうちらも知らんかったけど、外国の文化をどうやって知ったかって絵本で知ったんだろうね。何を知ったの？イソップ童話とか、あ、まあまあそう、ね、ああいうものが日本語訳されて読んで、これが最近だから絵本とかいろいろ調べるやん自分で、うん、勉強のためにも記事とか新聞の記事とか調べると、うん、中国には絵本という文化がねなかったらしくて、ここ数年前に、どうして、どういや、ないことないだろう、なかったんだって。ここ数年にブーム来てる。何見てたの子供たち。小説っていうか、まあまあそういう本は本と、絵はもうイラスト集みたいなものが基本だったんだって。絵だけ見る、それが文化なのか法的にそうだったのか。でこれが日本の、ね、この言論の統制がもうされすぎてるという、ポプラ社さんが7年とか10年前か分かんないけど、それぐらいから絵本文化を中国に持ってこうっていうのをずっとやってて、絵本専門店を作ったりとかしてる結果、今中国で絵本ブームが来てるっていう記事を、1、2年前の記事を見つけて、あ、面白い、こういうのもあるんだと思って、ちょっとお友達とか聞いてみよう、絵本って知らない、見たことないみたいな。へえ、不思議だねっていうのを最近勉強した。小説か、あ、確かにそうか。だから日本で小説読んだりとかいろいろあるけれども、だからあれだっけ、鳥獣戯画じゃなくて、ああいうやつじゃない、絵だけでめくってくる。いや、もう平安時代やん。いや、ああいう絵だけイラスト集みたいな感じっていう。電子書籍中国でものすごい売れるんじゃない、まあ、気づかれれば、ね、あれなんじゃ。だからその友達に翻訳口止めまして、そしたらもうそれを打ち込んで、すぐ出版するから。いけんじゃない？忍者文化ね。ああ、いけん。なるほどね。いや、日本で島ちゃんにも相談したいのあるんだよな。まあ、それは後ほど。それは後ほどね。はい、ということで、はい、今日は好きだった絵本はということで、エミゴンさん、テーマありがとうございました。ありがとうございます。それじゃあまたねー。バイバイ。チャンネル登録お願いします。